じゃあ早速やっていきましょう。はい、で、今日は、阿佐ヶ谷区の社会科学部の全国自己推薦、入学試験っていうものに関してやっていきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速やっていきましょう。はい、でこれすげえのが、ちょっと入試要項見るとね、入学試験要項入試熟読って書いてあって、こんなん書いてるだけ初めて見ました。ただね、早稲田になるような人、早稲田行くような人ってこうわーみたいな感じだからさ、熟読しない人が多いと思うんだよ。そういうことか。うん、で慶応の書いてない熟読とか書いてないでしょ。書いてなかったです。うん、だから今日はその熟読できないあなたのために我々がね、しっかり熟読しますので、よろしくお願いします。お願いします。で、まあ、私たちもそんな熟読してるわけじゃないんで、後で自分で見てほしいなっていうふうには思うんですけれども、一応質問資格見てみると、これやばいね。これちょっとこれはこれ去年のやつ見てて、今年のやつはまた新しく発表されるんで、発表されたらリンク貼っとくんで、また新しく見てほしいんですけど、これ去年のやつです。2020年入学のやつですね。2019年3月に高等学校中等教育学校後期課程を卒業したもの、または2020年3月に高等学校または中等教育学校後期課程を卒業見込みのものってことでは、一浪と現役しかダメですよと。二浪以上はダメっていう。そういうことか。えげつない。厳しい。で、あとは、高等学校中等教育学校後期課程卒業時における全体の評定平均値が 4.0 以上のもの。で、これは浪人生の人ですね。全体で 4.9 以上で、あとは欠席日数が45日以内の無理ですね。無理無理。俺は無理。現役の時45日以内無理。いけた。高1の時はいけてましたけどね。うん、高2からダメですね。厳しかった。厳しい。で、ね、卒業見込みの人に関して言うと、3年生の1学期までで 4.0 以上で、あと欠席日数が45日目ということで、まあ、ここで動画閉じた方も結構いるんじゃないかなと思うんですけれども、その後に、全てに該当してなきゃいけないから、ちょっと4番見ていきましょう。高等学校または中等教育学校高校課程の在籍期間の活動について次の1つに該当するもので、資格に関してだったら高校前にやったやつも受け付けますよってことで、どんな感じかっていうと、学芸系またはスポーツ系のクラブに所属し、都道府県以上の大会コンテスト、展覧会などにおいて優秀な成績をつけたもの、生徒会活動において目覚ましい活躍をしたもの、資格語学検定試験や財務会計資格などを有するもの、まあ英語だったらまだから11とか2あの1級とかそういうイメージですよね。で、学校外の小学活動において目覚ましい活躍、まあこれはね、目覚ましい活躍ってのは解釈次第だから、まあ、一番最後までとりあえず加えるってのもありなのかもしれないけど、まあ、見た感じ結構厳しそうですね。今日は早稲田だからなかなか大変だろうなっていう感じはします。で、出願手続きはこうバーって書いてあって35,000円で、まず志願票調査書、志望理由書、志望理由書はこれ400字で2枚ということでちょっと短いですね。で、社会科学部の志望入賞例に関しては一応今作ってるものがあるので、でき次第ちょっとリンク貼っておきますので、ちょっと、まあ、見ていただければなと思います。で、あとは活動記録報告書、まあこれ3つパターンがあって、大会記録、生徒会活動、学校外での諸活動、資格っていう形があって、まあ、大会記録がなければ、まあ、学校外の諸活動と資格でちょっと埋める感じになるかなとは思うんですけど、まあ、11今結構持ってる人多いからね、1級ぐらいとかだったらまだいいのかなとか、あと IBT だったら100以上かなとか、IELTS だったらまあ6は普通だよなとか、なんかもうそういうレベルで、IELTS6 あったらオーストラリアとか移住できるからね、市民権持てるしね、やっぱりそれぐらいのレベルになっちゃうから、ほぼ本当ネイティブレベルって言っていいよね。早稲田は結構他の学部見ても割と英語資格とかわりかし重視するんですよ。で、なので資格っていうのもすごくいいとは思うんですけど、まあ、ただ結構本当際立ったっていう感じになるかなと思います。プラス学校外の諸活動ですね、まあ、資格だからって思いますけど、資格も結構人気なんでね最近で、志望理由書記入帳の注意ってところちょっと書いてあるんで見ていくんですけど、あなたが最もアピールしたい活動についての詳細ということで、まあその原体験ですよね。自分がどういう活動をしたか、どういうふうな役割を持ったかってことをちゃんと書かなきゃいけないとか、まあ、そこから学びたいこと、そこから学んだことで、それを生かして4年間どういうふうに研究したいか、生かしたいかってところなので、
それが大事で、これ大事ですよ。志願者本人が作成しなきゃいけない。うん、大事です。大事ですね。うん、黒字で書いてますからね、うん、太字でね、うんうん、志願者本人作成してますか、大丈夫ですか。まあね、そういう感じです。はい、で、活動記録報告書の注意とか、まあ、細かい事務的な話なので後で見ておいてくださいっていうところで、まあ、証明書類とかに関しても一通り注意事項は書いてみていただいて、あとは選考方法、二次選考ですね、小論文がありますっていうことで、まあ、小論文に関してもちょっと過去問手に入った分に関して後でちょっと概要欄を押しておきますので見ていただければなっていうふうには思うんですけれども、まあ、やっぱりその説明をちゃんと読んでいただいて、まあ、議論の整理、問題発見、原因、まあ、論証、結論、吟味っていう形でその小論文の書き方、それもちょっと添付しておきますけれども、添付通りに書いていただくっていうところがすごい大事です。で、面接に関してもやっぱりこうわーって言うんじゃなくって、ラポールが形成できるようにやっていくとか、あとは事前にその志望理由書でこう研究したいって書いてあったことに関してはちゃんとこう書籍10冊30冊とか読んでから行って、ちゃんとこう話がね、こう噛み合うようにこうちゃんと話のキャッチボールができるようにしていくとか、そういう準備は必要なので、そこは一通りやってみていただければなとは思います。はい、あとはそうですね、ちょっと Q&A が書いてあって、一番最初の Q&A がまず、なぜ出願資格を高校卒業後1年以内まで認めているのですかみたいなこと書いてあるんですけども、まあ、なんか、早稲田だからとしか言えばないと思うんですけど、まあ、一浪ぐらいはいいかなみたいな、そういう感じだと思いますね。で、あとは、その、要件を満たさなきゃいけないっていうのは、やっぱりこう、早稲田って、これも昔からよく言われるんですけど、卒業三流、留年二流、中退一流って言われてて、なんか割とそういうアウトサイダーな人が多いんですよね。だから割とそういう人じゃなくてちゃんと卒業してほしいし、大学には来てほしいなって。ただ早稲田って多分合格した子全員入るとキャンパス壊れないんですよ。半分ぐらいしか来ない前提でキャンパス作ってるんで、結構まあ今だいぶ増築したからそうでもないのかなと思うんですけど、私入学したのが2010年で、2010年の時はそう言われてました。全員行くとキャンパスが壊れると。だから半分ぐらいが出席してちょうどよくなるっていうふうな話をしてました ね、 ですね。であとはこれも結構気になるところで、出願資格4はそれぞれどの程度のレベルで出願できますかって話で、自身をアピールできるものだったら大丈夫って書いてあるんですけど、これはまあその入試検定では欲しいってことですから、目覚ましい実績の方がいいです。なんかね、やっぱ本音と建前ってあるんですよね。なんかあるレベルから以上受かんなかったら、そのレベル以上の人出願させない方がいいのに、だって準備してる時間無駄ですから。けど大学側って、いや出願できますよって言いたがるんですよ、検定料欲しいから。で、3万5000円って結構大きいですよね。高いですね。だって3万5000円バイトして1週間バイトして3万5000円稼げます。特にこれ見てる方で地方の方とかどうですか、青森とか仙台とか結構きついですよね、3万5000円稼ぐの。だからまあやっぱりちょっとうちでも大体これがレベルだったら受かってるっていうのは大体データとして持ってるので、もし興味があればお問い合わせいただければ、ある程度お話はできるかなと思うので言ってください。であとは高校卒業した大学に在籍してますが出願できますかってことです。まあこれもできるみたいです。であとは、過去に受験して不合格になっても出願できるっていうふうに書いてます。まあ再受験とかはそんな不利ってことはないでしょうね。であとまあそれぐらいかな。記憶、目覚ましい活動、目覚ましい活動に関しては関連機関での証明を受けてくださいとか、まあいろいろ書いてますけれども、こういうところは多分ちょっとそのじっくり見てみないとやっぱりこうなかなか分かんないと思うので、うん、ちょっとしっかり見ていただければなと思います。であと一応その気になるところとしてもう一つ言うと、高校在学生と既卒生では有利不利があるかってことこれないって話ですね。まあ、わざわざ元々のお兄さんはね、そんなに本当にないと思います。であとは、まあ、これは慶応のフィットの B 方式とかと一緒で、全国自己推薦入学試験っていうふうにあるように、基本的には全国の各都道府県から一人ずつ出すっていうふうな、そういう意思でやってるんですね。で、早稲田大学、これすごいのは早稲田大学は実は韓国向けの指定校推薦でもあります。さっきフィットニューションの動画で、フランスとかだと結構北アフリカからこう留学生来るようにとか配慮してるって話をしたと思うんですけど、それと同じことを実は早稲田やってるわけです。まあ給食人地なんで、給食人地から来るようにってことでやってて、まあ、そういう意味で言うと早稲田の方が進んでるかなと思います。で、都道府県で1名ごと
1年以上ってことを目標にしてるんで、具体的な名前言うと青森県、秋田県、鳥取県、島根県あたりの方チャンスです。受ける方少ないと思うんで、ぜひ受けてみてください。で、あとはそうですね、まあ二次選考の小論文ってところちょっと皆さん気になってると思うんで、ざっと5年分ぐらい紹介できればなと思うんですけれども、はい、2015年が、まあシルバーデモクラシーに関してところで高齢者の利益が優先されている具体では挙げて800字以内っていうところですね。まあこれから上司とかでも結構似たような問題あるんで、普通に5年分と言わず多分20代30代が毎日学習会であれば全然できますので、もしちょっとどういう問題解いたらいいか分かんないかとかお問い合わせいただければなと思います。で、あとは2016年が、選挙権年齢が18歳まで引き下げられることになったけど、これが日本社会に及ぼす影響っていうところで、まあ、これも普通に小論文の書き方に沿って書いていただければ問題なさそうですし、あと歩きスマホがなくならないのはどうしてかとか、あとはその観光立国を目指す上でどのような改善が必要かとか、あとは部活動に関して週2日以上の休養日を、まあ、設けるという指針に関してどう思うかとか、割と慶応に比べると楽ですよね。慶応の文学部 の実証も推薦とかちょっと動画別にあるので後で見ていただければなと思います。やばかったですよね。やばかったですね。あと法学部 のフィットニュースとか、民主主義がなぜいいか10歳児に分かるように説明しようとかですね、あと人々はなぜ国家に分かれて生活するのかとか、あれと比べればもう早稲田天国ですね。そうですね、いわゆる小論文っていいのか言われてイメージできるような内容ですね、うん、普通に対策すれば全然問題なくできると思いますんで、はい、まあ、小論文の書き方とか過去問解説とか見ていただきながらちょっとやっていただければなと思います、うん、まあ、そんなところですかね。でも慶応の動画作った後に実はこれ早稲田作ってるんですけど、めっちゃ楽ですね。いや、なんか正直に言うと毎年慶応は優秀だなと思う子しか受からないです。だけど早稲田はなんでこんなバカ受かるんだろうところも結構受かってます。あとこんなん言っちゃいけないですね、うん、合格体験に乗ってる人がバカだけじゃなくてですね、いやでもね、人いますね、なんで困って受かるのかなって言ってるのも受かったりするんで、そんなに自信なくても受けてみる価値はあるかもしれません。資格とか内申とか出席日数とかその問題なければ、ちょっと今の段階で小論文苦手だなって方がいても、かなり日本はむちゃくちゃになっても去年受かってるんで、ちょっともしよろしければお問い合わせだけでもぜひしてみてください。よろしくお願いします。はい、動画ここまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ですね、毎日学習会では LINE で無料で受験相談ができますので、もしよろしければ概要欄に LINE のアドレスがありますので、ぜひですね気軽にお問い合わせいただければなと思います。あと希望の方にはね、10日間無料で添削だったりとか相談だったりとか、一通り無料で10日間体験授業も受けられますので、ぜひそちらの方もご検討ください。よろしくお願いいたします。お願いします。